Z7 ヘルマン・シェーマンは、ドイツ海軍の駆逐艦。1934A 型。写真は、ヘルマン・シェーマン。1935年9月7日寄港。1936年7月16日浸水。1937年9月9日収益。1939年10月は、スカゲラク海峡とカテガット海峡で商船の臨検に、10時、11月12日。 イギリス沿岸への嫌い不施に出撃するが、機関の故障により引き返す。12月13日、衛星水管に雷撃され損傷した、軽巡洋艦、ライプツヒト、ニュルンベルクを護衛。12月23日、ヤーデ川川口で、駆逐艦、エイリヒシュタインブリンクと衝突。1940年1月と2月に2度イギリス沿岸への嫌い不施に参加。 機関の故障のため4月のノルウェー進行作戦には参加していないが、修理後4月11日にベルゲン沖に着き、そこから帰還する軽巡洋艦、ケルンを護衛した。6月4日から有能作戦に参加し、戦艦、シャルンホルスト、グナイゼナウ、重巡洋艦、アドミラル、ヒッパーなどと共に、ノルウェー北部沖へ進出する。6月8日、ノルウェーのタンカー、 オイルパイオニアを魚雷で沈めた。それから、アドミラルヒッパーと駆逐艦は、巡洋戦艦2隻と分かれ、トロンハイムに燃料補給に向かった。この5戦艦2隻とイギリスの空母、グローリアスを沈めるが、シャルンホルストが敵駆逐艦の魚雷を受けて損傷した。6月10日、グナイゼナウとアドミラルヒッパーは、ヘルマン・シェーマンを含む4隻の駆逐艦を伴って、 敵戦団攻撃に出撃するが、戦果はなし。6月20日から、キールへ戻る戦艦、シャルンホルストを、駆逐艦、エイリヒ・シュタイン・ブリンク、ハンス・ロディス・イライテイ、グライフ、コンドル、ファルケ、ヤグアーと共に護衛する。1941年7月、ヘルマン・シェーマント駆逐艦、カール・ガルスター、フリードリヒ・エッコルト、リハルト・バイツェン、ハンス・ロディは、 ノルウェー北部のキルケネスへ進出した。これらの駆逐艦は、ソ連戦に対する攻撃を行い若干の戦果を上げた。1942年2月、ケルベロス作戦に参加。同月、ドイツからトロンハイムへ向かう従順洋艦、プリンツオイゲンとアドミラルシェアの護衛に加わる。3月6日、戦艦、ティルピッツなどとともにトロンハイムから、 p 9十2戦団と QP8 戦団の攻撃に出撃。しかし、敵戦団の補足に失敗する。4月11日、Z24、Z25 と共に、キルケネスから p 9十4戦団の攻撃に出撃したが、敵戦団を発見できずに終わった。4月30日夜、ヘルマン・シェーマン、Z24、Z25 の3隻は再び敵戦団攻撃に出撃した。 5月1日午後、敵、QP11 戦断を発見し、攻撃をかけるが、敵の護衛に阻まれほとんど戦果を上げられなかった。戦断護衛に失敗したドイツ駆逐艦は、今度は潜水艦の来撃で損傷していた、軽巡洋艦、エディンバラの攻撃に向かった。5月2日朝、エディンバラを発見し、攻撃を開始したが、ヘルマン・シェーマンは、エディンバラや駆逐艦の砲撃で大破し、 戦闘後処分された。乗員8名が戦死し、残りは Z24 と潜水艦 U88 によって救助された。ありがとうございます。